散財は人生や。どうも直島です。今回はこちらの段ボールを送ってもらったから早速開封していくで。じゃあ早速、まあ、ちょっと開けてんねんけど開けていくわ。オープン。まあ、こんな風にね、紙が送られててちゃんと読んだらメッセージが書かれてたわ。直島様、お世話になっております。ジャバラナイクロマトンミニイエローブリックボード作者のサンアラートです。先日は急な DM 失礼いたしました。早速イエローブリックボードキットと組み立てに必要な部品の一部をお送りいたします。やって、まあ、ここに書いてる通りサンアラートさんから自作キーボードのキットをいただいたんやけど、今回いただいたキーボードが黄色のキーボードで、まあ、ぜひ作ってみませんかっていうことで、あ、ぜひやりたいですっていうので送ってもらった感じやね。サンアラートさんといえば、まあ、瀬戸康史先生の動画でジャバラナイっていうキーボード、自作キーボードのハンダ付け配信をしてたと思うんやけど、まあ、そのキーボードの作者の方っていう感じやね。今後も面白いことをやっていきたいと思います。引き続きよろしくお願いしますとのことで、なんかまあ直島用に細かく何が入ってるかっていうのを印刷していただいてるね。まあ、ということで中見ていくか。いやー、なんか自作キーボードの人って丁寧だよな。ハンダ付け禁止って書いてる。あ、でここに書いてんだけどさ、ラズベリーパイピコって書いてんだよね。今回はね、ちょっといつもは自作キーボードってなんかプロマイクロっていうやつで動かすようになってんねんけど、今回のやつはこれやね。ラズベリーパイピコ、形は似てるんやけど、ラズベリーパイピコっていうのを使って動かしていくみたいやね。すげえ、なんかノズルも黄色やね。これなんだろう。やば、え、 LED かな。 LED も入ってた。直島、これ意外と LED を基板にハンダ付けしたことないんやけど、今回の LED がついてるっていうことなのかな。挑戦してみてくださいっていうあれかもしんない。いけるかな。で、これがキーボード本体になってるね。イエローブリックボードキーボードキットって書いてるね。これが本体になります。で、あの、今回は入ってたけど、ラズベリーパイピコもなんか本当は用意しないといけないけど入ってて、で、直島が多分用意するのはキースイッチと MX 対応のキーキャップを用意するっていうような感じやね。ただまだ買ってないので今日買おうかと思ってる。で、このキット自体はもう6月に送ってもらってて、本当はで、ちょっと湯飲みキーボードもその時ちゃんと完成してなくって、で、まあ、ちょっと遅くなっちゃうんですけど大丈夫ですかって聞いて送ってもらいました。ちょっと開けていくか。じゃあ行きます。オープン。おお、あ、なんだこれ。あ、2枚ついてる。何これ、すごい。まずこれですね。これがキーボードの基板になってんねんけど、どうでしょうか。もう螺旋状の形をしたキーボードなんやね。あの、普通のキーボードとは違う感じのキーボードやね。ま、で、このキーボードやねんけど、まあ普通のキーボードとしても使えるし、あとMIDIキーボード、なんかまあ音楽の打ち込みとかで使うようなキーボードにすることもできるらしい。まあ普通のキーボードでも使えますよっていう風に言ってもらったんやけど、なんかちょっとなんかこれを機に音楽作ってみたいなって思うから、今回はちょっとそう、音楽用で作っていこうかなって思ってる。で、これが底面に当たる部分なんかな。なんかすんごいね、なんか不思議な感じ、なんか大理石みたいな、なんだろう、わかるかな。なんかちょっと質感が伝わるかわかんないんやけど、なんか 石だね。石を加工したような高級感がある素材になってますね。こんな感じのなんかおしゃれなロゴ、イエローブリックボードって入ってて、なんかちょっと大人っぽい感じだね。これめっちゃ楽しみ作るの。でもかなりハンダ付け箇所があるのと、この LED をさらにつけないといけないっていうので、ちょっとミスしてしまうんではないかっていう不安はありますね。あの、湯飲みキーボードの時かなりあのミスってたんで、やっぱ数が多くなるとミスるもんだなって思ったね。まああとはスペーサーとかネジとか、あ、ゴリゴリってするのが入ってんね。ゴリゴリってするのとか滑り止めとか、
リセットスイッチとダイオードも同梱されてる。これはもう元からこの袋に入ってるこれらはもうこのイエローブリックボードに同梱されてるものらしいね。あらかたはねサンアラートさんが揃えてくださってるんやけど、まあその自分の好み的な部分でキースイッチとキーキャップを選んでいくような感じやから、ちょっとそれはね通販の勇者工房で探してみようと思うわ。はい、っていうことで探していきたいんやけど、まあガテロンインクスイッチの黄色がいいなって思ってんだけど、5ピンタイプ推奨、5ピンだね、5ピン。ちょっと直島本当はねせっかくやったら別のキースイッチがいいんやけどね、どうしよっかな。本当はねガテロンインクスイッチのブラックを試してみたいんやけど、どうしようかな。イエローかな。いやーちょっと待って、他に黄色いやつないかな。ここが黄色のやつって結構珍しいんよね。あ、黄色あるじゃん。黄色あるね。これどんなんなんだろう。ガテロンキャップススイッチズ、イエローはゴールドメッキのスプリング。これも側黄色やからなんか損なわなくていい気がするな。ちょっと聞いてみたいな。いいかも。次キーキャップやね。これでいこうかな。で濃いオレンジだからこれかな。これなんだろう、これ何色なんだろう。タンポポか、タンポポだな。これを53個、これで OK だね。はい、ということでね勇者工房でキースイッチとキーキャップ買ってみたわ。まあ、ちょっと今月からはこのイエローブリックボードの製作を頑張っていこうかなって思う。ということで今回は螺旋状のキーボードイエローブリックボードの紹介でした。今回の動画がいいと思ったらコメントよろしくな。ほな、散財は人生やで。